大家好，我是阿卡内。皆さん、こんにちは、阿卡内です。今天呢，我们学习日本的中部地方。今日は日本の中部地方の名前を一緒に勉強しましょう。中部地方は9つの場所の名前があります。今から一つずつ発音をしていきます。一つ目、新潟県。新潟県、新潟県、新潟県。二つ目、富山県。富山県、富山県、富山県。三つ目、石川県。石川県、石川県、石川県。四つ目、福井県。福井県、福井県、福井県。五つ目、山梨県。山梨県、山梨県、山梨県。六つ目、長野県。長野県、長野県、長野県。七つ目、岐阜県。岐阜県、岐阜県。八つ目、静岡県。静岡県、静岡県、静岡県。九つ目、最後は愛知県。愛知県、愛知県、愛知県。皆さん、発音できましたか？もう一度漢字を見て自分で発音の練習をしましょう。はい、今日は日本の中部地方の名前を練習しました。また一緒に勉強しましょう。大家谢谢、バイバーイ。